はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は小悪魔デッキを作ってきたんでご紹介していきたいなと思いますが、デッキ解説パートはですね、撮ったらですねめちゃくちゃ長くなっちゃって死ぬほど喋ってたんで、あの後半につけてますんで、あのデッキ解説を聞きたい方は後半へどうぞ。早速対戦やっていきましょう。デュエル3番よし、俺の先行。小悪魔がいないぜ小悪魔がいないのは聞いてないぜ。金満で謙虚な壺を発動するぜ。金満で謙虚な壺によって、まあこれ3枚かな、6枚除外ね、ちょっと不安なんだけどね。6枚除外してもいいとは思うわ、何も使わなかったら。あのエクストラ、まあ大体こういうのはですね、まあ、セレーレとアクセス高等価のところと、まあでも一回こっち置いた。トロイメアフェニックスちょっと、一回ちょっと処理まして、トロイメアフェニックスはいつもあの金券のコストにしかなっておりませんいつもね、大体なんか違いますね、相手ね。でハープの羽動き、あートリオン来た、オッケー。トリオンが来たのオッケー、トリオンが来たのでかい。トリオン持ってこよう。で一応増字あるかもしれないんで、セットしてから動いた方がいいですね。あの増字打たれたら増字にチェーンしてシェードブリガンダイ打てば一応あの1枚ドローと防げますんで、じゃあまあランク4すればいいかなっていう気がするんで、一回トリオンの小悪魔の効果発動を。トリオンの小悪魔の効果召喚に成功した場合、うららきついね。まあいいでしょう。まあでもそれそんなにきつくないか、でも言うてそんなにきつくないわ、シェードブリガンダイから。あんまり関係なかったわ。これで持ってこれなくても別にセラで持ってくれっから、増字ないんだったら多分大丈夫だ、ね、なんとかなると思う。一旦セラの小悪魔になりましょう。トリオンの小悪魔1体でリンク召喚。さあセラちゃんが出てきちゃうよ。さあセラちゃんはほっとくとやばいアドバンテージを稼いじゃうモンスターですよ。しかもリンク1っていうね。そしてファントムライトシェードブリガンダインの効果を発動。このモンスターをレベル4のモンスターとして特殊召喚。通常トラップカードが発動した場合、セラの小悪魔の効果を発動。通常トラップカードが発動した場合、デッキから、小悪魔モンスター一体を特殊召喚できる。これによってトリオンの小悪魔を特殊召喚、トリオンの小悪魔の強制効果、相手のフィールド上の魔法トラップカードを破壊するという効果、特にないけどセラの小悪魔の効果、小悪魔モンスターの効果が発動した場合、デッキから落とし穴をセットすることができる。そう、高価な落とし穴をセット強いだろう。そしてトラップカードを素材に最強モンスターを爆誕させるぜ。俺はレベル4のトリオンとレベル4のシェードバルブリガンダインでオーバーレイエクシーズ召喚。現れよラッキーンクロノダイファーリダン。そしてカードを1枚セット。まあおよそ最強場面でいいでしょう。うららくらったにしては最強でしょう、これはほぼ。さあターンを終了するぜ。さあお前のターンだ。さあなかなかに強力な盤面と言っていいでしょうね、これはね。あの狡猾の落とし穴で相手のカードを破壊する。そして魔法カードは直面で無効。そしてクロノダイバーレダンの効果で1枚カードをバウンスすることもできる。表側表示のカードを。なんて強いんだ、なんて強いんだ。結構でもこれが理想ですね。これができたら最強みたいな盤面ができました。まあ本当だったらもう1枚あのトラップカードが増えてるんですけども、何くれた、あモンスター、何ブラックウザ、おブラックウザ大敗の場合、これボチ BF ですかボチ BF ですか。ボチ BF じゃなくてもバイオ入るのかな。ライトニングストーム、どっち。まあもちろん直面だよね。さあ魔法カードの効果は無効にする。これにチェーンしてコズミックサイクロンだけやめてくれ。禁じられた人しずく、強いな、お前反動強いな。まあでもまあ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 言うて、まあ、直面は適用されてるんでチェーン1の、ライトニングストームはなんで狡猾は守れますから、はい、人しずくはいいです。もう最悪、もうそれはしょうがない、これはしょうがない。でモンスターを捨てられたんでチェーンはできないと。おろしですね、なるほど。大根おろしを捨てて、大根おろしライトニングストームで、まあ、これはもうしょうがないですよね、これね。受けましょう。さあモンスター効果は無効になっていく。つまり両方とも狡猾な落とし穴で死ぬということになってしまったが、まあ一応リーダー、まあどっちでも同じか。これはまあ相手に2体モンスター展開してくんねえかなって話だけどね。1体何する人、南風のアウステルさんは何する人ですか。何もしないですよね、この人ね。あ、ゲイルさん、ここ狡猾じゃない、ここ狡猾でしょ。狡猾な落とし穴を発動。相手のフィールド上のモンスターを2体選択し、そのモンスターを破壊する。ドゥルルルルバゴーン
セアンの効果のは効果無効なっていうか意味がないぜ。いやーこれ本当だったらあの通常トラップは発動したんでセアンの効果で小悪魔、まあ、ティオかなんか出してでティオで効果開始できるんですけど、ちょっと今あのあれなんですよね、ひとしずけがかかっちゃってるんで、ちょっとなんかあの水をぶっかけられてるとちょっとですねあの無効化になっちゃうっていう。でリダの効果どうしよう。これ魔法カード欲しいな。魔法カードくれ、魔法カードくれ。モンスターだったじゃあマジか。あー難しいなこれ。なるほどね、トリオンがいいのか。これちょっと考えますね。展開使えないからな。これ増時召喚しろか。増時召喚してで増時とセラでクラリア出すっていう。あ、増時一応昆虫とかなんですよ。昆虫とかなんで一応昆虫の植物で一応出せるっていう。でエンドフェイズこのクラミジアの効果、クラミジアじゃない間違えた、クラリアの効果で、トリオン蘇生できるんですよ。まあ、こうしたらモンスターが増えるんで、まあこれでエンドでいいんじゃない。まああのアーゼウスになる必要ないから、多分今リダンの方が、まあ、1枚相手ハンド1枚だから多分なんとかなると思うんだよね。1枚バウンスあるんで、まだバウンス効果使ってないんで、まあ、ちなみにあのこうやってリダン のめっちゃ素材が増えた後にアーゼウス重ねるとめっちゃ強いんですけど、あと自分の直命も除去できるしね。さすがに手札1枚だから多分なんとかなると思う。しかもなんかグララあるし俺。はい、よし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 、魔法来たぜ。さあ何ができるんだい、ブラックフェザー君。なんかできるんだな、してみな。セット、うわっはっはっは、そのぐらいしかできないだろうな。カードは1枚ドローさせてもらうぜ。魔法カード闇の誘惑を、闇の誘惑を1枚取るときカードを1枚ドローさせてもらう。なるほど、ジーナちゃん来たか。まあいいだろう、ジーナちゃん。フルルドレスも来た。よし、クロダイバーリオンの効果を発動。もう一枚魔法カードが欲しいなと。あ、モンスターだった、いらねー。で応急の直面の効果によって7ポイント大ダメージ。これはまあ BF の裏セット、いやさすがにファイバーポットとかそういうカオスポットみたいなモンスターは入ってないと思うから、まあ殴れば勝ちかな。攻撃表示一応フルルドレスも出してるか。フルルドレスも出して、はい、残念でしたね。これが現代遊戯王のパワーですよ。アドバンテージさえぐいねこれ。相手カード1枚しかないけどこっちにカード何枚あるんだみたいな話あるね。これ何も出す必要ねえな、もうシンプルにバトルでいいだろ、バトル。一応2400で殴るか。守備高いやついないと思うけど多分。バイーン。残念だったな。鳥ごときが、鳥ごときが虫に勝てると思ってんのか。逆だろ普通、虫は捕食される対象じゃねえのか。フルルドリスの効果も発動しておくぜ。打点が500上がっていく。ヤッホー、小悪魔強いっていうかね、あのねマジで狡猾な落とし穴がめちゃくちゃ強い。まあ高校でもまあいけなくはないんだけど、まあ、誘発ある、まあ誘発あったらまあ割といけるとは思う。うららでなんかあの相手のマストカウンターを見極めてウィッチクラフトシュミッタ、これはうららがめっちゃきついはずだ。このデッキはうららがめっちゃきついはずだ。うおー、ハルダラ発動。さあモンスターが消えたな。おっと解決された、いいのか、大丈夫かおい。さあシュミッタの効果を使うかい。シュミッタの効果で一応墓地に送れますよね、カードは何らかの。まあ送ったところでみたいなとこあるけどな、こっから展開できる能力多分ウィッチクラフトないから。うららがめっちゃきついテーマとして有名。何ほらな、言っただろ、何も起きるんだよ。ま、魔法カードも回収されることはね。合金来た、あ、金券来た。なるほど、金券先発動か。これは金券先発動してうらら打たせよう。さあうらら打て、うらら打ってくれ頼む。まあうらら打っても打てなくてもそんな変わんねえかよ言うて。まあこれはちょっとセレーネアクセスギミックはちょっと諦めますかね。セレーネアクセスギミックはちょっと諦めましょう。あ、ドラグマ行ったところでなんかあの魔法カードたまんないんで、だいたいセレーネアクセスギミックはあの金券のコースになるっていうか、
パトローナムね、エクスペクトパトローナムね、はい、なるほど、エクスペクトパトローナムで、ウィッチクラフトパトローナーズの効果によって、魔法カードをサーチしていくスタイルね、はい、OK、なるほど、これ何もなければ多分これ展開力ゴリ押しできる可能性あるんだけど、はいはい、あーこれはシェードブリガンダイかな、じゃあ増字食らっても、ウララあったら多分打ってるから、増字食らってもワンキルしたら問題ないからね、うん、でこれ展開力やっぱり一応セットして、でジーナ召喚して、なんかあります？なんもないですね。リンク召喚セラのポケモン。じゃあちょっと、まあ、プレミしたらごめんなさいなんだけど、小悪魔でもものすごい展開できるっていうことを見せるわ。セラの小悪魔の効果じゃなくて、パラレルエクシードの効果と、パラレルエクシードの効果によって、まずリンク先にこのモンスターレベル4として特殊召喚し、さらに同じモンスターを特殊召喚できるという効果。で特殊召喚に成功するとこいつらがレベルが4になるという効果。はいはい。でシェルブリガダイン発動、伏せてあるこのカードは、墓地にトラップカードが存在しない場合、モンスターとしてセットしたターンでも特殊召喚できるとかいうマジぶっ壊れモンスターになっていく。でセラの小悪魔の効果発動、通常トラップが発動したため、トリオンの小悪魔を特殊召喚。はい、でトリオンの小悪魔の効果発動、相手のフィールド上の魔法トラップカードを1枚破壊する。ほい。で、小悪魔の効果発動したからセラの小悪魔の効果発動、これで最強トラップカード狡猾な落とし穴をセットさせてもらうぜ。強い、なんて強いんだ。まずはエクシーズ召喚しますか。リダンですね。リダンしてフルールドリス出して、リンク召喚してバレルソードかな。足りてるか。でももう800、1600、2400、あ足りてねえな。3000、3、2、3、4、3、7000、足りてないね。足りてないから、エクシーズ召喚をしよう。トルネードラゴンでもいいな、もはや。トルネード足りねえか、足りねえわ、足りねえからもうワンキルしよう。フルルドリスでこれバレルソードだ。フルルドリス、パラレルエクシード、トリオンセラーで、バレルソード出します。でバレルソードでリダン守備にしてぶん殴る。さあ4体のモンスターでリンク召喚現れろ。展開力も最強だからこのデッキ。高校取らされるとね、まあ、ちょっと勝率はさすがに落ちるかなって感じするね。うん、まあでも高校でもまくれることはまくれます。まあ狡猾な落とし穴強いので、まあ、狡猾な落とし穴が通ると結構相手困るときは困るんですけど、まあ、でもちょっとね展開力押されちゃうことあるかなって感じだね。あとめちゃくちゃ制圧されても無理、もう誘発なくて普通に、うん、やっぱ遊戯王は先行系だわっていうのはある。はい、バイオン、やべえ、なんかサモプリバイオンとかいうなんか宇宙みたいなこと使ってる。終わったかもしんない、もうこれに関してはシャドウミスト、あ、やべえ宇宙だ。なんかでもちょっとさ、なんかさ、やばいカード捨てられてることあるね。なんか粘土増幅器っていうなんかサイキック族がさ、なんか装備するとライフコスト払わんくてよくなるみたいなさ、やばすぎるカード墓地送られてるのちょっと気になるね。融合ね、はい、すごい展開力だなこれ。どんだけ展開する、ちょ無理なんだけど。ロードウォーリアーやばい。ロードウォーリアーってさ、あのさ、ゲロヤバモンスターだ。うわやばいかもしれない。デビルクランキーもやばいかもしれない。リプロドクスやばい。待てよ、このモンスターでデビルクランキーをサイキック族に選択するっていうなんか光景は俺はなんかこの展開知ってるぞ。やばいぞ。待て、でもこれ墓地の装備魔法カードを回収するカードはどうするんだこれ。あ、で、ベルテアナコンダ。なるほど、ベルテアナコンダ、はい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 。でベルテアナコンダの効果は闇にしていく。なるほどなるほどなるほど、はい。でベルテアナコンダからのユニオンキャリア、なるほど、はい。でユニオンキャリア効果、最初はデビルフランケン、
なるほど。でもこれ、これで魔法カード遊びできないよね。でバイロンスフィア、なんだっけこれ、うん、やばいね、やばいかもしんない、あまりにもやばいかもしれない。メルカバーはまあいいわ。待って、おい、ライフコスト払えよ、ライフコスト払えよ、うわやべえ、オンスター来た、やべえ、オンスター来た、やべえ、オンスター来た、アンティキャデビル、何ザトリセンパーだろ、いった、やばい、お前ライフ払えよ、今お前123、2000、2000、2万か、2万の、お2万ポイントライフ払え、踏み倒してんじゃない、ディンゲルス、あ、どういうことだ、ディンゲルス、どういうこと、うわー、召喚特殊召喚封じ出た、召喚判定召喚特殊召喚封じ、終わったやばいってこれ、何このクソ盤面、やばすぎるでしょこれ、誰が返せんだよこれ。でモンスター効果、まあ多分1回向こう、魔法トラップカード、1回向こう、あ、何回も向こうで、反転召喚召喚特殊召喚できない。やばすぎない。誰が勝てんねん、極限の対話拒否みたいなデッキ出てきたんだけど。おかしいだろ、おい、デュエルしろよ。このデッキめちゃくちゃ強いんですけど、めちゃくちゃむずいです。プレイングね、プレイング結構むずいです。なんでかっていうと、ワナビートなんですよ、基本的にはやってることは。だから結構ね、相手のデッキへの理解度とかが求められるんで、割とプレイングあって、まあちょっと竜には使いこなせないと言っても過言じゃないんですけども。デッキはすごく強いので、ぜひね皆さんもちょっと作ってね、使ってみてほしいなというふうに思っているんですが、まあしかもなんかメインデッキ結構安いんですよね、意外と。いわゆるそんなに、まあこの汎用カードが高いだけで、他はそれ安いんで、まあちょっとエクストラちょっと若干高いですけど、まあメインデッキは安いんで、まあちょっと参考にしていただけると嬉しいなっていう感じなんですけど、デッキの型、デッキの方はですね、狡猾な落とし穴っていう最強カードを連打する方にしました。はい、やっぱ僕デュエルリンクス民なんですよ、腐っても。なんでやっぱデュエルリンクスの最強トラップって狡猾な落とし穴なんですよ。だからマスターの方でも狡猾な落とし穴に頼っていきます。っていうか、でもそもそもね、これ強いわ、このカード、まあ、破壊耐性あるモンスターとか結構多いから、マスターデュエルだと、まあ、それきついんだけど、このカード自体がすごい強くてですね、でこのカードを連打するっていう構築になってるんですよ。これ連打できるんですよね、マスターの方の、小悪魔デッキは。どうやって連打していくかっていうと、まずそもそもですね、例えばですね、クラリアの小悪魔っていうやつね、エクストラモンスターから説明してんだけど、説明していくんだけどさ、こいつは、ちなみに小悪魔モンスターっていうのは、トラップカードの効果ほとんど受けないんで、大体全部のモンスターが。だから、自分のモンスターに対して無限包容とか、底なし落とし穴とかフォーカスとかは全部効かないんだけど、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分が発動したホール通常トラップ、および落とし穴通常トラップは発動後に墓地に送らずにそのままセットできるって書いてあるんですよ。強すぎない？これ強すぎでしょ。狡猾1回発動した後にもう1回セットできるんですよね。その墓地に送らずにセットできるっていう最強効果を持ってまして、これめっちゃ強いです。はい、でしかも自分のエンドフェーズに自分の墓地の小悪魔モンスターを特殊召喚できるっていう効果もついてまして、レベルあんだっけ、自分のエンドフェーズに自分の墓地の小悪魔モンスターで対象にそのモンスター守備表示、あと守備表示だから、リンクモンスター以外やったら基本的には特殊召喚できる感じになってます。まあ、小悪魔って角球しかないからほとんど角球なんだけどね、守備表示で特殊召喚するのは。で、このセラの小悪魔っていうモンスターが、こいつがバクガードを生み出すモンスター、こいつがマジで強い。まあ、1、2、3の効果全部あるんだけど、まあ、全部強くて、全部強いことしか書いてないこれ。1番目の効果、リンク召喚したこのカードはトラップカードの効果受けない。2番目、通常トラップカード、まあ通常トラップカードだから、まあ狡猾とか、あと今回入ってるシェードブリガンラインとか、まあ落とし穴系は全部そうなんだけど、通常トラップが発動した
場合、同盟カードが自分のフィールドに存在しない小悪魔モンスターをデッキから特殊召喚できる。デッキからあのいねえ小悪魔を呼んでこれるんですよ。仲間を呼ぶっていう、これがめちゃくちゃ強い。で、特殊召喚した小悪魔も大体ここ持ってるんで、その特殊召喚した小悪魔のモンスターの効果を発動していくっていう。で、このカード以外の自分の小悪魔モンスターの効果が発動したときに、デッキからホール通常トラップ、また落とし穴通常トラップを、セットできる。2番と3番の効果かなり噛み合っていまして、例えば相手のモンスターを効果発の落とし穴で処理ました。で、セラ効果で、まあ、例えばトリオンとか出してきて、で、トリオン効果発動するんですよ、特殊召喚すると。で、その効果にあの反応して小悪魔の効果が発動したから、セラの効果で通常トラップをセットできるっていう、通常トラップっていうか落とし穴とかホールをセットできるっていう感じの効果になってるんで、あのね、あのセラの小悪魔がいて通常トラップを発動するとアドバンテージがやばいです。モンスター増えてトラップ増えるんで、めちゃくちゃ強いです。しかも召喚条件見て、リンクモンスター以外の小悪魔モンスター1体っていう、めちゃくちゃ緩いの。だから小悪魔出せればとりあえずこっち出せるんで、めちゃくちゃ強い。だからこのデッキの理想のハンドは小悪魔モンスター1体となんか通常トラップ1枚っていう、これがあれば大体強いです。だからそのハンドになるように、まあ、デッキを調整すればいいっていう感じなんですけどね。はい。で、一応下級モンスターの効果を説明していくんですけども、まずアトラの小悪魔ですね。アトラの小悪魔は、ホール落とし穴の効果を受けないと。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は、ホール、また落とし穴通常トラップを手札からも発動できる。さらにこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分の通常トラップカードの、発動およびその発動した効果が無効化されない。この3番が強いのよ。これね、要は狡猾な落とし穴とかを無効化してくるようなモンスターがいたとしても、アトラがいれば絶対無効化されないんで、あ、絶対通るんですよ。これが強いですね。だからなんかサベージドラゴンとかさ、あのバレルロードのああいう系のなんか何でも無効にするモンスターみたいなやつって、結構この狡猾を止められたりしちゃうんだけど、ああいうモンスターをアトラがいることによってしょれるっていう、これがねすごい強いですね。で、トリオンの小悪魔、これはねマジで最強カード、これを20枚ぐらい積みたいまあそれはやりすぎなんだけど、あのこのモンスターがもう圧倒的1枚初動のモンスターですね。このカードが召喚に成功したらデッキからホールまたは落とし穴を手札に加える。だからまあ狡猾な落とし穴を持ってこれるっていうことですね、召喚成功した時に。でしかもトリオンの小悪魔一体でセラになれるんで、基本的にはトリオンから入りたい。基本的には初動、このカードを初手に引きたいですね。で、このカードが特殊召喚に成功した場合、さらに相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚を破壊できるっていう効果なんだけど、これ強制効果なんですよ。魔法トラップカードを必ず相手破壊しなければいけない。なくては発動します、相手の魔法トラップゾーンになくてもカードが。だからこれが相性良くて、セラって小悪魔の効果が発動するとデッキからトラップカードをセットできるんですけど、ホール系の。これがトリオの小悪魔を特殊召喚したことによって、相手の魔法トラップゾーンにカードがなくても絶対に発動するんで、だから、トリオン出してきて結構そのトラップカードをセットするっていう動きは割としますね。で、こいつはモンスターゾーンに存在する限り、ホールまた落とし穴の効果を受けないと。で、ティオ、こいつはですね、狡猾をもう一回、墓地からセットし直すっていうヤバすぎるモンスターです。このカードが召喚に成功したら、まず、小悪魔モンスターを墓地から特殊召喚できるよっていう効果もありますし、2番目、このカード特殊召喚に成功したらホールまたは落とし穴をセットし直すことができる。まあ、一応デメリット効果としてセットしたカードは次の自分のターンのエンドフェーズに除外されちゃうよっていう効果なんだけど、これでもう一回セットし直すんですよ、狡猾を。だからセラ特殊召喚して、で落とし穴打つじゃないですか、狡猾の落とし穴をね。で、相手のモンスター処理ますと。でその後に、セラの効果でティを出してくると狡猾もう一回セットできるんですよ。だ次のターンまた効果出てるんですよ。めちゃくちゃ強いです、これ最強です。はい。でしかも次のターン除外されるんで、狡猾の落とし穴の発動条件も邪魔しないから、ティオのね効果でセットしたやつは使えなくても大丈夫っていう、別に。これが強いですね。はい。でランカの小悪魔、ランカの小悪魔は、召喚に成功するとデッキから小悪魔モンスターを特典に加えるっていう効果を持ってるんで、まあ、一応初動札にはなってるんだけど、まあ、こいつ自体がそんな強いわけじゃないから一応1番になってますね。でこのカードがモンスターゾーンに存在する限りホール、落とし穴は、効果を受けない。特殊召喚に成功しても何もしないんだけど、こいつ、一旦一度セットされた、カードを持ち主の手札に戻しながら、その子自分の手札から魔法トラップカードを1枚をセットするかどうか決められるっていう効果なんだよ。でしかもこの効果は一旦に発動できる。だから、まあ、1回セットし直して次のターン除外されちゃうなっていう効果とかをもう1回回収して、
もう一回セットし直せばその除外されるっていう効果消えるんで、まあ、あのいつでも使い回せるみたいな感じの効果なんで、まあ、そういう時に要は効果を回収したいっていう時に出してくることが多いですね。で、あとは、ジーナの小悪魔、ジーナの小悪魔は落とし穴を墓地を送って特殊召喚するっていう効果を持ってるんで、まあ、一応その横に並べられるレベル4の小悪魔モンスター、まあ、4が多いんでエクシーズモンスターは4がいっぱい入ってるんだけど、ランク4が入ってるんだけど、まあ、これはね、あのそこまで、まあ、使わないかな、この効果はあんまり、まあ、あのワンキル取れるっていう時に使うくらいで、このカードは自分の魔法トラップゾーンにカードが存在しない場合は墓地のこのカードを除外すると自分の墓地のホールまたは落とし穴を、まあ、セットできるっていう効果あるんだけど、これもほとんど使わねえかな。なんか使うのは、特殊化しワンキルする時くらいかなっていう感じなんで、まあ、一応1枚入ってます。まあ、恒例からもアクセスできたりするしね、はい。でまあ、小悪魔モンスター、課金モンスターはそのぐらいで、これ今回このデッキ何と混ぜてるかっていうと、まあ、いわゆるドラグマギミックと混ぜてますね。ドラグマの聖女エクレシアと、まあ、フルルドリス、それから、天帝の首都、それからパニッシュメントっていうこの、まあ、要するにドラグマ出張パーツって言われてるやつね、これを、まあ、ぶち込んでます、はい。エクレシア君は、召喚または特殊召喚に成功するとこいつ以外のドラグマカードを手札に加えるっていう効果を持ってますんで、これで、まあ、フルルドリスとか、パニッシュメントを持ってくることになるんだけど、これ効果、発動しちゃうとターン終了時まで自分はエクストラデッキから特殊召喚できないよっていう効果ついちゃうんですけど、別にこれ最後に特殊召喚すればいいんで、あの、まあ、そんなに気にならないですね、この特殊召喚制約は。で、このカードはエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターの戦闘破壊されないよっていう効果もついてるんで、まあ、一応耐久力もあるという感じですね。でフルルドリスがマジでバチクソ強い。これはエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがフィールド上に存在する場合、これ相手でも自分のフィールドでもいいんだけど、どっちかに特殊召喚されたモンスターが存在している場合、まあ、要はリンクモンスターとかですね、リンクモンスターとかエクシーズモンスターがいれば、手札から特殊召喚ができて、さらに自分のフィールドに他のドラグマがいれば、フィールドの表側表示モンスターの効果を無効にできますよ、選んでねっていう。だからまあエクレシアから持ってくるカードは基本的にはフルルドリスで、フルルドリスを相手ターンに特殊召喚して相手の効果を無効にしていくっていう、これが妨害になっております。まあ、妨害を増やせるところですね。で、自分のドラグマモンスターの攻撃宣言時に打点が500アップするよっていう効果も持っております。はい。で、天帝の使徒は、エクストラデッキからモンスター1体墓地を送るっていう効果で、要は、落ちくって強いカードを送ればいいんですよ。例えば、まあ、ヌトスとか、これ墓地を送られると相手のカード、相手じゃなくてもいいんだけど、フィールドのカードを1枚破壊できるよっていう効果とか、あと、バスタードは、デッキから墓地を、デッキからドラグマモンスターか、あればその楽園をエンドフェーズにサーチできるよっていう効果、それから、アップカローネは墓地を送られると、自分のデッキ、墓地からシャドウルカードを1枚選んで手札に加えながらその後手札を1枚選んで捨てるよっていう効果なんですよ。で、まあこれとかを、まあ、天帝の使徒とかで基本的にはパニッシュメントとかで送っていくことになるんだけど、これなんで入ってるかっていうと、アップカローネでこの、エリアルっていうモンスターがいるんですけど、ノエルシャドウルエリアル、こいつを持ってきて、そのまま墓地を送るっていうことをが強くて、これなんでかっていうと、あのね、このカードが効果で墓地へ送られた場合、お互いの墓地のカードを合計3枚対象にそのカードを除外するっていう効果を持ってるんですね。で、あの狡猾な落とし穴の皆さん、デメリット思い出してください。デメリット、このカードのデメリットは墓地にトラップカードが存在しない場合にしか発動できないっていうことじゃないですか。だから墓地のトラップカードを除外できたら強いんですよ。だからあのね、まあ、要は狡猾がもうちょっとこの条件が満たせなくて打てない時に天帝の使徒とかを引いてエリアルを墓地送れると、あの狡猾な落とし穴の発動条件を満たすことができるんですよね。だから入ってますこのモンスターは。はい。で、トラップカードはあとは、まあ、奈落とか、まあ、底なしとか、まあ、この辺は説明することないかなって感じなんだけど、あと墓穴ホールとかね、あのこれのホール系の強そうなカードはぶち込みました。ただこれこういうカード注意してほしいのは、先行でセットしたら強いですよ。あの小悪の落とし穴とか、まあ、例えば奈落の落とし穴って先行でセットしたら強いけど、後攻で引いたら弱いじゃないですか。要はその、発動条件があるから。だからあの発動条件が墓地のトラップカードが存在しない時っていう、まあ、最大のデメリットはあるんだけど、これは後攻で引いても強いんですよ、狡猾な落とし穴は。だから基本的には狡猾が一番強いと思う、落とし穴はね。はい。で、基本的にはセットするのは落とし穴、狡猾な落とし穴でいいです、基本的にはね。で、シェードブリカンダイは通常トラップカードなんで、セラの小悪魔と相性がいいっていうのと、これ特殊召喚してレベル4になれるんで、ランク4ができるんですよ。で、ランク4でトラップカードを巻き込んで、リダンとか出すと、リダンはあの素材にトラップ持ってるとね、相手の表側のカードをバウンスできるよっていう効果もあるんで、これ妨害増やしますから、まあ、これは強いですね、非常に。あとあのセラとも相性がいいっていう。
で、まあ、メインギミックはそんな感じで、一応、金マンで謙虚なやつも入ってて、これあのね、極力ね、小悪魔モンスター減らしたいんですよ。小悪魔モンスターとトラップカードをまあそこそこっていうハンドが一番強いと思ってるから、だから小悪魔モンスター引きすぎるの弱いんだよね。展開力ねえし、このモンスターたちって。だから、あの、小悪魔モンスターをなるべく減らして減らして、トラップカードと魔法カードをちょっと多めにしてるっていう感じの地区になっております。で、このパイレクシードってやつは、リンクモンスターがリンク召喚に成功すると、手札から特殊召喚できて、で、デッキから、これ仲間呼べるんですよ。で、しかもレベル4になれるっていう。これ、あの、ランク4ができるんで、ここで例えば、セラの小悪魔を特殊召喚して、で、パラレルエクシードを特殊召喚して、で、パラレクシード、パラレクシードレベル4が2体並ぶんで、ランク4で、フレシアみたいなことができるんで、あ、まあ、あの、モンスターを増やす役割ですね。あと、ワンキルも取りやすくなります。パラレクシードあると。これ、リンク召喚とかもできるんですよ。普通に。あの、リンク素材にもなれるんで。だから、展開力ババって横に転換して、例えば割れるソードとか、アクセスコードとか、もう出せるようになります。これね、小悪魔デッキの弱点ってね、展開力とワンキル能力があんまないんですよ。あの、メインギミックだけだったら。だからそこをね、補ってあげる必要があって。だから、パラレクシードとドラグマが入ってるっていう。まあ、そういうことですね。で、めちゃくちゃ説明なくなって申し訳ないんだけど、エクストラデッキはさっきここをやったからいいか。エクシーズモンスター、カステル。ここはマジで何でもいいです。あの、除去能力持ってるランク4がいいと思う。なんか、サイレントナーズアークライトとかでもいいと思う。なんかね、あの、除去能力持ってるデッドリシーンとかでもいいわ。デッドリシーンとかでもいい、もはや。あの、ああいう系の除去能力を持ってるモンスターだったら多分何でもいい。で、フレッシャーの小悪魔は絶対いる、これ。1枚は。これ、デッキから枯渇発動できるんで。このカード一応レベル4、2体で作れるんで、まあ、さっき言ったようにパラレクシドとかから作れるんだけど、これ、発動条件を満たしているホールまたは落とし穴をデッキから墓地送って、その効果を適用できるんですよ。だから、枯渇をデッキから発動っていうやばすぎることができるんで、これは入れた方がいいですね。はい。で、トレンドラゴンはバック除去用。それからリターンはさっき言ったように、まあ、基本的にはその相手のモンスターをバウンスできるよっていう妨害を増やすっていう役割と、あとめちゃくちゃ素材が増えると、この上に重ねてガンダム出すとめっちゃ強いんで、まあ、一応1枚入ってる。と、あとこのアロメルスは、墓地から小悪魔を蘇生しながら、小悪魔の効果を起動できるんで、まあ、セラとかと相性がいいかなと思って1枚入ってる。で、ガンダムは言わずもがな。それからクラリアさっきやった。で、セレーネはこれドラグマが魔法使いなんですよ。だ一応入ってます。ただあんまり魔法カード止まんないですよね。自分の墓地に。だから、相手の墓地に魔法カードがあるときくらいしか効果使わないから、まあ、金券とかのコストになるのは大体、セレーネ、アクセスコールとか、バスタード、バスタードじゃない、バスタードね、バスタード、セレーネ、アクセスコールとかあたりが金券のコストになることが多い。で、バレソはこれね、これね、このデッキのね、エースです、もはや。ね、ワンキル取れにくいんで、このデッキ。横並べたときに、なんかその打点が低いから全部。なんかこのセラとか800とかしかないから、だから、なんか打点が足んなくてワンキル取れないってことあるんですよ。その時にバレルソードがめっちゃ活躍するの。だから入ってるっていう感じですね。はい。まあ、一応、ざーっと説明すると以上です。デッキ的にはすごい強いと思うんで、ぜひね、小悪魔好きな方は使ってみていただきたい。と思っております。イラストアドはティア1。